タピオカモッコソーダと、あとこちら揚げ焼きパンですね、はい、こちら揚げ焼きパンからいただきます、はい、うん、油の感じが全然なくてですね、はい、結構もちもちとした感じの、結構シナモンが口がパンときて、けど甘みがあってですね、なんかどこか懐かしい味がするパンです、うん、そう噛みながら食べちゃうすいません、ガッツリちゃいました、すいません本当に。マナリンが噛みまで食べちゃうほど美味しい揚げ焼きパンは、一度揚げたパンを300度のオーブンで焼いて油を飛ばしていて、外はサクサク、中はもちもちとした食感が楽しめます。